最高だよ。奥にいる不審者誰？あれはですね、多分この辺の地元の人じゃないですかね。声聞こえる？声どう？多分原住民の方でしょうね。なんか腕にひらがなでてるって入ってますね。テルピンだね、テルピン。どう？電波問題ない？ウミンチョさんですね。タルキューさんいらっしゃい。グロリア教さんいらっしゃい。アイワード2、ヤマンバーいらっしゃい。最高だね。声と音どうですか？声と音タイムラグ問題ないでしょうか？教えてください、状況。ちょっと沖縄電波がね。あ、現地の方ですか？現地の方です。現地の方と遭遇しました。やばいね、海が。電波悪いかな？どう、電波。昨日やばかったね、アグーグローね。アグーグローやばかった。砂サラサラだな。服はね、昨日買ったの。どう、で、あ、大丈夫？電波と声とタイムラグどうですか？教えて。 OK だったら OK って書いて。電波、声、電波、声、それから電波と声とタイムラグ教えてください。問題ないですか？遅いな。OK、 大丈夫。はいよ。じゃあここだな。車戻る一回。そう、ジャンピ。あ、電波が。電波が。ゆういちさんいらっしゃい。ちょっとラグってるかな。すごいね、月が見えるよ、昼間なのに。あ、ありがとう、コージーさん。よろしくお願いします。海はもう透明。もうやばいよ。やばい。海透明。いやーもう暑さにやられまくってますね。すごい暑くて。ただその暑さが気持ちいい。今日はね、湿度が低いのか、太陽があっても涼しいですね、風があって。今日はいい感じです。今日は気持ちいいですね。電波くるくる。じゃあ、10カウントするんで、19、8、7、6って。0になったら手挙げてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、16秒ぐらいだね。ちょっと遅いね。16秒ラグですね。16秒。うん。瀬底島、ああ、ごめん。名前わかんねえわ。ゆうさん。ごめんね。名前わかんないわ。島の。ちょっとラグいかもね。映像綺麗に映ってる。たまにプツるね、やっぱりね。しょうがないか。
さっき通報入ってビーチで放送できなくなっちゃったんですよ。で、放送できる海、もう何時間探したろ。3時間ぐらい探したんですよ。誰もいなくて、邪魔にならないところ。そう、ずーっと探して2人で。そう。だから10分ぐらいで放送終わっちゃったもんね、さっきね。そう。で、誰もいないところを見つけて、ここにしよう。ここで1時間半ぐらい放送しようかなと思ってますね。1時間、1時間ちょっと。まったりね。で、皆様にお知らせがあります。僕はですね、今日、ここで放送が終わったら、てるちゃんぴんと、離れます。で、てるはてるの旅、僕は僕の旅をやっていくんで、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。でですね、僕は沖縄のハーフなんですよ。こっちの方には住んでなくて、生まれは東京なんですけど、やっぱ琉球の人、ね、琉球のリスナーさんと、祖国琉球王国にね、感謝の意を込めて、音出てない？声入ってない？声入ってない？いや、声聞こえてるはずだけど。今声入ってないかな？聞こえるよね？出てるよね？祖国の琉球のリスナーさんに感謝を込めて、沖縄、大体歩いて一周、海岸沿い一周企画をやろうと思います。今日の夜から。ぜひ、琉球リスナーさんの心を掴んで、仲間を増やしていって、やっぱり沖縄半分祖国なんで、自分もね、琉球を知りたいんで、多くの、やっぱリスナーさんにね、感謝を込めて、誰もやったことがない、沖縄本島、海岸沿い、歩きで一周、地獄の企画やろうと思います。多分ね、すごい、下手したら2週間ぐらいかかる企画になると思うんですけど、ぜひ応援してください。大体っていうのはね、ちょっと離れたところに来ちゃってるんですよ。上の方に来ちゃってるんで、だから電波がなかったらちょっとそこはバスとかで飛ばしちゃいますけど、ほぼ歩きます、海岸沿いを。電波があるところは。で、リスナーさんのリア凸大歓迎です。もう常に、大歓迎で。あとはね、電波の問題と電源の問題があるんで、もしよかったら、320キロぐらいあるらしい。きついよ。320キロだって。だから、皆さんぜひ応援してください。はい、こんにちは。アイテムありがとう。あとね、今月はマンスリーランキング狙っていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。やばいでしょ？ただね、やっぱり俺はセンスのある配信者じゃないんで、やっぱりその、体を張って、根性を見せて、気合い入れてやっていこうと思ってるんで、ね、沖縄の良さをね、日本中の人とか、世界で見てる日本のね、リスナーさんに見せて、で、認めてもらいたいなと思ってます。ちょっと無謀かもしれないね。だから夜歩いたりとかね、夕方から歩いて夜中歩いたりとか、いろいろ工夫します。ただね、電波がやばいので、電波がやばいところは、バスとか車で移動しちゃいます。電波がなかったら意味がないんで、時間のもったいなくなっちゃうんで。で、沖縄本島中のリスナーさんに会いに行くんで、近くに来たらぜひ、皆さんリアトしてください。こっちの気候ね、湿度が落ち着いて、湿度も落ち着いたし、なんていうのかな。今日は涼しいですね。ハブに気をつけます。なのでぜひ、皆さん、来てください、会いに。あと、ぜひ沖縄のリスナーさんは、頑張って沖縄の良さ伝えるんで、ここに面白いところがあるから寄っていきなとか、リアトツ行くよとか、フォローするよとか、よろしくお願いします。
みんなに会いたいです。あとですね、昨日、レッドロブスター行った帰りに、姉妹で、すごい綺麗なリスナーさん、可愛い妹さんと、すごい美人のお姉さんがリアトツに来てくれました。なので、リアトツ人数が、92人だったんですけど、2人カウントで94人になります。ありがとうございます。もうすぐ100人だね。もうすぐ100人行きます。2人増えたので、94人です。よろしく、みんな。みんな会いに来てね、リアトツ1万人の旅、真っ只中です。で、今日、日付変わったんで25日になります。25日目です。よろしく。那覇はゴールです。最後は那覇でゴール。で、ゴールしたら那覇で、オフ会やります。ゴールは那覇でオフ会やるんで。ぜひ、会いに来てください。はい、いらっしゃい。パンコさんいらっしゃい。パンコさんいらっしゃい。暑いね。すごい暑い。やばいなあ。風が気持ちいいね。エルチャンピはしゃいでるよ。来た来た。和骨かなっち、和骨でーす。みんなおはよう。気持ちいいよ。暑くてビーチ来ないの？お父っつぁん。かなつ、和田さんはこそ。はいはい、かなつちゃんおはよう。暑いね。沖縄いいね。沖縄親戚いないね。うん。まー、あ、ちゃんはどついらっしゃい、楽しんでって。ちょっと海の方を見てくるわ。海の方を見てくるね。
ただいま。戻ってきたよ。ただいま。貝殻拾ってきた。貝殻、綺麗でしょ。貝殻拾ってきたよ。貝殻。これが一番綺麗だね。これが一番綺麗。おとつこれは綺麗だわ。ただいま。これペンダントトップとかにも可愛いよ。うん。海気持ちいいね。ぬるい感じ。ちょっと冷たいぐらいの。すごい癒されるよ。海は綺麗な貝殻。これだけ、これだけにしようかな。ちょっとでかいから、これが一番綺麗だから、これペンダントトップにしようかな。ここに置いとこう。後ろの人はね、花火を上げてもらう旅に出てるんだよ。ねえ、貝殻綺麗だよ。初見さん、いらっしゃい。楽しんでって来てくれてありがとう。アイテムもありがとう。もしよかったらフォローしてね。色がすごいね、カラフル。青がすごい。青がすごい。風はね、そんなに強くない今日は。風の音する？気になるかな。沖縄の海いいね。すごいよ。本当に。こんな感じ。岩場を見つけて、後ろも綺麗でしょ。テレ怖い？なんで？下もすぐ海よ、そこに。ありがとう！風船ありがとう！アイテムありがとう！フォローもありがとね。いいよね、海ね。すごいね。海にさ、草って生えるんだね。そこに草が生えてんだよね。ほら、そこ。サボテンかな？なんだろうこれ。見える？まーちゃん、お、わかったわかった。オッケー。LINE 読んどけよ。携帯電話が熱々だ。岩場だから。ああ、キューピーさん、ありがとうございました。キューピーさんのおかげで花火70発いただいた俺、おかげでマンスリーランキング23位になれました。
今月はね、トップ10に入りたいと思ってますので、皆さんご支援、よろしくお願いします。頑張ります。ユーピーさん、ありがとうございます。悪魔のキュービーです。すごいよ、1時間でね、70発、花火もらったからね。伝説だったから。ありがとうございました、本当。よくしていただいて。すごいよね。伝説ですよ、伝説。ありがとうございます。ちょっとねラグってるかもしれないけど、今後の予定はね、企画をやります。僕沖縄の血が半分入ってるんですよ、こう見えて。母方、要は母親とばあちゃんが沖縄生まれなんですね。で、沖縄のリスナーさんに本当によくしていただいたんで、沖縄のリスナーさんとちょっとタッグを組んで、ある企画をやろうと思ってます。沖縄本島、海岸沿い、ほぼ一周の旅をやろうと思います。今日ね、この配信が終わったら、テルチャンピンと美ら海水族館プライベートで行って、そこで美ら海水族館でお別れをします。で、僕はひたすら、歩くので、ぜひ皆さんリアトツに来てください。ぜひ会いに来てください。相当きつい旅になると思いますけど、僕は不器用なタイプの人間なんで、体を張ってね、沖縄リスナーさんと一緒に沖縄の良さを日本全国の人に伝えられたらなと思ってるんで、よろしくお願いします。頑張ります。でもしご支援していただける方は、リアトツの時になんかお水とかね、なんか現地の美味しいところを右曲がってとか教えてもらったり、あとやっぱり電波がないところはきついんで、ちょっと飛ばすかもしれないです。あとはね、家泊めてくれたりとか、もう充電をしなければいけないので、宿をレンタルしてくれる、人がいたら非常に助かるので、宿のご支援とかありがたく頂戴します。ツイッターの寝る時の画像素敵。ありがとう、リアさんママ。あれはね、ギャグでずっとやってるんですよ。あれは結構人気のシリーズなんで、もしよかったらリツイートしてください。コメントも、いいねも書いてください。あれ逆でやってるんです、ずっと。あれはみんなで、ワドタンキャワワって、ワドさんって、一緒に寝ようって、みんなに乗っかってください。お!かけいらっしゃい。だるまさんこんにちは。楽しんでってね。それをね、どんどんリツイートしたりコメント書いてください。いいねボタン押して。場所特定完了した?来る?リアトツ、だるまさん。地元の人?だるまさんは。沖縄の人?沖縄すごいね。いろんなところにいろんな海があって、最高だよ。
話しよう。いいよ。あ、マナちゃんってこの前来てくれたマナちゃん？あの、病気のマナちゃんなの？この前来てくれた一緒に旅しようねって言ったマナちゃんかな？合ってる？マナちゃん一緒に旅しようね。沖縄本島全部回るから、海沿い。一緒にいい景色見ようね。そうか、気づかなかった。まー、あ、ちゃん昨日のね、放送良かったよ。アグーグローって言ってね、夕焼けと夜が混ざるところも撮影したから、もしよかったら動画見てみてね。 YouTube に動画あげたから。綺麗でしょ、沖縄の海。中1の、中学1年生のまーちゃんか。うん、ありがとう。ボスさんフォローありがとう。これからもよろしく。まなちゃん来てくれたんだ。海好き？まなちゃん。海パンはね、昨日買ったやつね。見える？見える？似合う。海大好き。ワドツー相手もありがとう。カチュいつもありがとう。今月はマンスリーランキング10位狙ってくんで、皆さん一緒に頑張りましょう。ワドっぽい。なんかテルもそう言ってくれた。なんかワドっぽくていいねっつって。沖縄ね、いつまでって期間は決めてないんだけど、昨日の夜なんか沖縄リスナーさんにこう恩返しできる企画何かあるかなと思って、沖縄本島一周の企画考えたんですよ。沖縄本島歩いて一周するっていう。だからそれが終わったら帰ろうと思ってます。まだ誰もやったことない企画なんで、ぜひ楽しんでってください。似合ってる、ありがとう。ちょっと乾かそう。白黒だよ、俺のテーマカラー。赤と白と黒、うん、似合う、うん、ありがとう。風強いね、ちょっとね。そう、ナイキのハマーっていうブランドね。ナイキのマークは入ってないけど、この上下ハマーっていう、あ、違う、ハマーじゃねえや、ハーリーだ、ハーレーだ、ハーレー、ハーレーっていうナイキの一緒のやつだって。気持ちいいよ。ちょっと海軽く使ってきてもいい？海使ってきてもいいですか？ちょっとリスナーさん放置してもいい？貝殻集めたりとか。
よみんな。最高だよ。ただいま。気持ちいいよ。ただいま。嘘。アンモナイトいいな。アンモナイト手に入れたの？嘘だろ。アホだなあいつ。アホだわ。ただいま。かっこいい石見つけた。この石かっこよくない？この石。ちょっと逆光で見えづらいかもしれないけど。はい、ワード2、ミュールいらっしゃい。灼熱だね。灼熱。色黒くなったかな？色黒くなってきたかな？かっこいいでしょ、マナちゃん。誰もいなくて最高だよ、ここ。誰もいなくて最高。はちみつさんいらっしゃい。沖縄の海は格別だよ、もう。全然違う。全然違う。はい、こんにちは、みんな。お、犬井さんと玉三郎さんとはちみつさんと、いらっしゃい。写真もいっぱいあげてるから、見て、ぜひ。写真撮ろうか。でもね、日光が強すぎてね、画面が見えないんだよね、逆光とかで。から確認。ナミちゃんこんにちは。色がね見えない。どうやって撮れたかわかんない。だからいつもね眩しそうな写真になっちゃう。あい、沖縄にいたの？マジで？すれ違いだね。すれ違いだ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。はい、カニパンワード2。さっきいっぱい泳いだからね、雑談放送がやりたくてしょうがなかった、これは。フォローありがとう。フォローありがとうね、みんな。フォローありがとう。
これ以上低くはならないのかな。ありがとうフォロー。沖縄いいね。日本全国旅してるんで一緒に旅しましょう。プロ、あれなんか走ってるな、あいつバカだから。いや、日焼けし、危ないかな。上着今乾かしてるんだよね。あれなんか警察に止められてるな。自殺か？なんだろう、警察に止められてる。なんだろう。ダイブすんの？なんだろう、警察に怒られてる。橋の上にいる人。アヒルさんいらっしゃい。さっきね、ビーチ行ったら通報されちゃったから、プライベートビーチに移動しました。飛び込みかな？なんか、スピーカーでなんか怒られてた。海も綺麗だよ。こっち側すぐ後ろ海だから、こんな感じ。透明度やばくない？風は強いね。声聞こえるでしょ、でも。しょうがないね。外配信だから。まあ風も、風は何？ボーボーって感じ？それとも、どんな感じで聞こえてんの？みんなには。俺の声入ってる？俺の声入ってる？ちゃんと。大丈夫かな？声 OK？ 聞こえる？綺麗でしょ？飛び込むのかな、なんだろう、なんか怒られてたよ。ボボボボボボって感じ。どうしよっかな。ちょっと待って、マイクの設定見てみようかな。あ、風ちょっと強いね。あー、なるほど。これはひどいね。デスクトップマイク録音。これでどう？これで聞き取りやすくなった？さっきの設定とこっちどっちが聞き取りやすい？今ちょっと変わったはずなんだよね。今とさっきの設定どっちがいいか選んでください。声ちょっと変わったはずなんだよね。どっちがいい？今とさ、前。今の方がいい？ OK, OK。聞き取りやすくなった？海めちゃめちゃ綺麗だよ。海めちゃくちゃ綺麗。違いわかんない？こんな感じね。今の方が聞き取りやすい？誰もいないプライベートビーチです。誰もいません。いいでしょう。そっち側にも海あるからね。ここ透明でしょ。めっちゃ透明だよ。びっくりするよ。お話しよ。トイレ？トイレ全然定期的にコンビニとかで行ったりとか、一周配信の時、まあ、コンビニとか、そんな感じかな。いつまで、今日、3日間青山とホテルで一緒だったんだけど、俺は沖縄一周、歩きで一周する配信やるんで、それが終わったら帰ります。沖縄一周するのどれくらいかかんだろう、歩いて。それが終わるまでかな。沖縄一周終わってから帰ります。水分取らないとね。だからみんなリアトしに来てね。ステッカーもいっぱい持ってきてるんで。キャンピンとこの後チュラ海水族館行こうと思ってる。チュラ海？
あ、そうなんだ。輸血しに行くんだ。頑張ってね。もう時間だよ。あともうちょっとか。頑張ってね、マナちゃん。いや、一周はね、320キロだって。320キロだって。あ、本当に死ぬんじゃねえのって言われた。本当にそんなのやるやついないよって。ただ、やっぱ沖縄のリスナーさんにね、認めてもらいたいんで、沖縄さん、せっかく沖縄に来たんで、沖縄さんのリスナーさんとがっちりタッグ組んで、なんか企画やりたいじゃないですか。思い出作りたいんで、せっかく来たんで、体張ります。うん、また来てね、マナちゃん。楽しんでるよ。カイマンいらっしゃい。最高だよ。おい、たくみさん、ワード2。バーガーありがとう、ポニーさん。頑張ってください。いってらっしゃい。今月はマンスリーランキングトップ10入り目指してるんで、皆さん応援よろしくお願いします。一緒に伝説作ろう。おかげさまで23位でしたね。コーマ突っ走りましょう。水ぶくれになる。一応オイルは塗ってあるよ。サンオイルは塗ってあるけど、もう着た方がいいかな。そんなに日差し強い感じしないけど。アイテムありがとね。着た方がいい。多分黒肌だろうね、東京に帰る頃には。また来てね、リオタンママ。ありがとう、来てくれて。ありがとう、カツー。サンオールに塗ってる。50% UV カット。50% UV カットですね。レイカさんいらっしゃい。こんにちは。いい天気だね。メガネは全然大丈夫だよ。ただ太陽眩しすぎるかな、ちょっと。携帯とかパソコンの画面がすごい見づらい。明るすぎて。さあ、こんにちは。初見さんいらっしゃい。マイメさん、こんにちは。もしよかったらみんなフォローしてってね。フォローありがとう。フォローありがとう。マイコさん、フォローありがとう。沖縄のリスナーさん、ぜひリアドしてください。ダメだな、暑いな。大変なことになってるよ、スマホが。熱々、これ機材が壊れ、あ、危ない。機材が壊れないか心配だね、ちょっと。メガネの後、あ、そっか、それで外せってことか。今意味が分かった、ようやく。メガネの後ができるからだ。でもメガネ外すとコメント読めないんだよね。メガネ外したら俺何もできんよ。見えねえな、やっぱ。メガネでも外しとこうか。熱で機材が心配。夜出かけるっていうかね、これから俺は企画があるから、日本一周の旅に出る、あ、日本一周じゃねえや。日本一周はしてるんだけど、沖縄本島はウォーキングの旅に出るよ。今日、テルと、別れて。これ Mac だったらパソコン行かれてたな、確実に。レッツノートでよかったわ。夜出かけるっていうか、夜距離稼がないとダメだよね、歩いて。多分。夜歩きまくって、で、昼は寝るっていう方が、多分、日差しやられないで済むと思うから、その辺も、なんかやりながら調整していこうと思う。
なフォローありがとう、たくさん。あ、この街にこういうのあるよって教えてくれると嬉しいね。閲覧少ないね。北側何もないんだけど、北に行くんだよね。に行く電波があるかどうか不安でしょうがない。お、舞子さん風船ありがとう、ありがとうございます。お、フォロワー数が、あ、ありがとう、3200人超えました。3200人超えです。ありがとう、フォロー、みんなありがとう。風船もありがとうね。見てる感じそんなタイムラグない。さっき16秒ラグだったんだけど、あんまりラグひどかったら言って。ありがとう、レイカさん、パチパチ。電波大丈夫だった?辺野古。山原っていうのかな?うずらさんいらっしゃい。さゆちゃんはどつ?おはよう。今日なんでこんな閲覧少ないんだろう。土曜日って閲覧多くなかったっけ?微妙だね。沖縄いいよ、最高だよ。みんなフォローありがとう。一緒に旅しようね。カチュありがとう。ハート30個もたくさんありがとう。お、トシヤンだ。トシヤン窓2。さっきありがとうね、連絡。チャンピン子供みたいよ。どうしよう、窓つ。楽しんでって。体いい体してるよ、ほら。もう黒くなってきたよ。結構焼けてきた。天気いいよ、最高だよ。海見る?近くだと透明度やばいよ、ほら。透明度やばいよ、み。関東雨なんだ。こんな感じですね。綺麗でしょ。乾いたかな、服。ああ、もう乾いてる。
ただいま。アキラにいらっしゃい。ちゃんぴんと一緒だよ、もちろん。ちゃんぴんと一緒。そうそう、ハーリーで買ったの。よくわかったね、玉三郎さん。昨日買ったんだよ。こっちはね、パソコンで配信やってるから綺麗なんですよ。初見さんありがとう。来てくれて、コメントもありがとうね。アスメロタンさんね。日本全国旅してます。ワードと言います。もしよかったらフォローしてください。よろしくです。初見さん、一緒に旅しましょう。プロフィールにいっぱい書いてあるんで、プロフィール読んでいただけると嬉しいです。はい、銀猫いらっしゃい。こんにちは。あ、そこが出身なの、ブルースリーの。こっち側の。こっち側の。お墓がいっぱいあったよ。お墓がいっぱいあった。これ今着てるやつ、これめちゃめちゃ高かったんだけど。これ、めちゃめちゃ高かった、うん。ハーリー。ハーリーいいよね。上下。買っちゃった。上下で多分ね、1万。これ、このズボンが8000円このズボンが8000円で、多分こっちがもっと高い。1万いかないぐらいかな。似合う？似合う？ねえ、言ったでしょ？突、全然した方がいいよって。ねえ、一回来た場所は、また、ねえ、一年後とかになっちゃうから、俺も頑張っていろいろ日本回るけど、水戸の時ね、会いたかったね。似合う、ありがとう、レイカちゃん。来といた方がいい。かわいいでしょ、マイカちゃん。あー、なんかこの時期が一番いいらしいね。ブルースリーさんは今沖縄なの？やばいな、砂がすごい。機材いかれんな。やだ、スター吹きたい。これは履けない。これ気に入ったから履けない。先行ってて追いかけるわ。戻ってこないでしょ。もう戻ってこへん。オッケー。じゃあ後で追いかけるわ。機材がさ、俺パソコンだから組み立てがいろいろあんのよ。沖縄行ってきた。沖縄離れてるさ。そうなんだ。じゃあ魚はいないよ。マサデヤさんいらっしゃい。暑くはない今日。横顔素敵、ありがとう。もしよかったらツイッターとかにも顔写真いっぱい載ってるから、いいねボタンとかフォローとかして、Facebook とか全部ふわっちのプロフィール欄に書いてあるから、もしよかったら LINE とかも連絡ください。じゃあちょっと準備するわ、移動する。行こうね。昨日さ、すげー綺麗なお姉さんがリアトしてくれてきて、妹と飯食った後、お父さんっつって、すげー嬉しかった。
みんないい人、沖縄のリスナーさん。みんなリアト2来てね、沖縄。本島回るから、本島に住んでる人必ず来てよ。生放送好きな人は、みんなに会いに行くから。最後、那覇ね。最後、那覇。那覇でご飯みんなと食べて終わり。帰ります、僕は。絶対ご飯食べよう、みんなで。フォローありがとうね。フォローありがとう。灰皿持ったでしょ。よいしょ。あとはタバコをしまってと。ワンチャンない、ワンチャンないでしょ。持てないもん。愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、突風の中生き延びて、ここへ来たのね。どこも今はいいところよ。朝日が綺麗なの、住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい。疲れた羽を癒すの。だけど飛び魚のアーチをくぐって、宝島が見える頃、あなたの姫様は誰かと腰を振ってるわ。人は弱いものよ、とても弱いものよ。愛する人の未来などと。お、ハチ、おはよう。風船16個ありがとう。ハチ、いつもありがとうね。ゆなちゃん、こんにちは。空綺麗でしょ。もう空がかっこいいんだよ。空が。アイテムありがとう。遠い目のまま言わない。虫でっかい。びっくりする。うん。アスメロさんフォローありがとう。みんな一緒に旅しましょう。声が聞こえる。私、うわー、崩れた。あー、危ねえ。ごめんなさい。私の部屋へいらっしゃい、甘いお菓子をあげましょう、大抵。はい、みほちゃん、こんにちは。数合わせありがとうね。いやー、これこんなんでウォーキングしたら死ぬぞ、マジで。よしよしよし。おー、花火ありがとう。こ、ありがとう、花火。前にツイッターの画像に笑ってます。平和です。ありがとう。ありがとう。ご飯食べようね。電波あるかな。僕に LINE をしてくれた人に、すべてのリスナーさんにお知らせです。ふわっちから来た〇〇ですっていう書いてない人は許可ボタンを押していません。
理由はですね、リスナーさんなのか誰なのかわからないからです。なので先にメッセージをして、ふわちから来た、自分の小手判の名前書いて何々ですって送ってくれた人は、僕とメッセージやり取り可能の許可ボタンを押すので、ぜひ先にメッセージをください。できればね、日本全国旅してるんで、住んでる大体のエリア、沖縄住みだよとかでいいんで、教えてくれると嬉しいです。これ何橋なんだろうね、でっかい橋、でっかいよ。おい、ひささん、風船10個ありがとう。あっちい、あー、もう行っちゃったんだ。行ったけど電波がなかったから、実はね、向こうのビーチで撮影しようとしたの。だけどね、ダメだった、電波がなかった。車で回った。お墓がいっぱいあってさ、迷子になっちゃったぐらい入り組んだところ行ったよ。いいね、ここ。めっちゃいいね。めっちゃ暑いけど何、喫煙席は外なの？そうなんちゃうかな。あっち。あとツイッターもフォローよろしくお願いします。頼んだもん。まだ頼んでへんな。まだ全然人が来ない。メニューもらってこようか。そっから行けんのかな。うん、あ、行けないね。ちょっと聞いてくるよ。よし。沖縄のビーチは、地元民でも。あー、なるほどね。ティッシュで拭いたらいけるんかな。全然いいな、これやん。あ、でもちょっとあれかな、治ってきてる。これ太陽火にこうかけといたら、すいません、中がすごい、もう怪しいな。俺のリスナーを引っ張ろうとしてるね。ええやつやねん、すごい。配信以外のも。嘘や。嘘や。はい。これ何があるの？やばい。うわぁ、ええな。夏やな、これ。やばいね。うわぁ、ハッチューマウンテンとか一番そうやんか、これ。めっちゃうまそうだよね。やばいわ。やばいね、えぐいよね。逆光になるからこっち側向けた方がいいのかな。こういう感じの方がいい。こっちの方が映る。何こうかな。別に中に移動してもいいって言ってたよ。そう。うん。もうでも限界まで焼くわ。ああ、いいね。俺も焼こう。これじゃあ。アボカドベーコンサンド。アボカドベーコンサンド。どう？うん。マンゴースムージーかな。シュラウミで食わない。こっちでガッツリ食っちゃう。いや、まあ、まだ食ってないからな。朝食食わなかったの？え、朝食食ったけど全然なかった。あ、そう。セットでしょ。ここにも。ちょっとご飯注文してくるわ、みんな。ここらいつってないな。ちょっとご飯注文してくんね。いや、すごいリバウンドしてんだよね、捨て頃から。捨て頃からすげえ太ったよね。ほら、ブヨンブヨン。筋肉はさ、まだついたからさ、あの、なんつうの、よっさんみたいとか、野田通りみたいじゃないけど、結構、がっちり太ったね。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。